リューボフ・アレクサンドロブナ・ブルックは旧ソ連のピアニスト、音楽教師、ハリコフの出身。12歳の頃からレニングラード音楽院でサマリ・サブチンスキーの訓導を受け、後に夫となるマルク・タイマのフトディオを組むようになった。1941年から1944年の大祖国戦争の期間中はタシュケントに疎開し、地元の高校を卒業している。その後、 デニングラードに戻って音楽院を卒業し、夫となったタイマの布とのデュオ活動を活発化させた。1970年代初頭にタイマの布と離婚し、デュオも解散している。1973年からタイマの布との間に生まれた息子のイーゴリとデュオを組み、サンクトペテルブルクで亡くなるまで活動を続けた。1990年にはソ連当局から 名誉芸術家の称号を与えられた。また、死後、1998年から全ソ連兄弟ピアノ、ウ王コンクールの名称に彼女の名前を関するようになった。アーカイブ2014年3月26日、ウェイバックマシン、ありがとうございます。